そう、ずっとビッグ生活してたので、ここ1ヶ月とか。うん、1ヶ月前くらいかな、染めたの。ねえ、ライブめっちゃ楽しかったね。うん、そう、ビッグだからね、あんまりショールームたくさんしないようにしてました。最後らへんちょっとしちゃったけど。ありがとう。3分配信は本当によく分かんなくて、私もなんかほんとみんなと話したいなって思ってしちゃっただけです。ありがとうございます。なんて言えばいいか、もう。そう、そして今日はキアラブ6周年ということで、あのキアラブ命名から6周年が経ったんです。イエイ。ありがとう。たくさんのおめでとうだね。6周年もおめでとう、センターもおめでとう、キハラブもおめでとう。ね、あ、すごい、なにこれ、トリック、トリックみたいな出たよ。くらいからなんかすごい感情移入みたいなしちゃって、感情移入っていうのかな、なんかなんていうの、その場の空気っていうか、なんか、うん、ちょっと難しい、自分でもあんま分かんなくて、ちょっと言葉にできないんですけど、したらなんか勝手に涙が出てきちゃって、まさか、なんか最初本当に冷静だったから、意外とだからなんかそんななると思わなくて、だからもうなんか近くにいた人にはすごい顔見られちゃった。じゃないかなって。本当にそう、まあ、2日目もちょっと緊張してたんですけど、でもまだまだ、やっぱ声がちょっと震えてしまったりするので、多分ツアーとかでも披露するんじゃないかなと思うので、もっとなんか見てて不安にならないように、安心して見てもらえるように頑張らないと。本当初めて聞いた時、センターになるって指原さんに直接会って、なんか話があるんだけどって、それでなんか次の曲あ、その時はもう曲を聴いてて、もうすごい、もうめちゃめちゃ聴いた瞬間から、え、めっちゃ好きな曲って
歌詞はすごい大人だし、一発目から意味が分かったかと言われたらそうではないけど、でもすごい曲調とか、なんだろう、だんだんこの盛り上がっていく感じとか、この儚い感じがすごく好きで、好きだなって思ってたんですけど、それでその聞いた後にそうセンターって言われて、なんかまさか、本当にまさかすぎて、本当にまさか皆さんもまさかだと思ってるんですけど、私もまさかです。しかもこんな大人っぽい曲って来るとは思ってなかったので、え、私こんな素敵な曲私でいいのって、もうなんかだからその言われた時はえどうしよう、えしか言えなくて、本当に申し訳なかったんですけど、でもそう、でも私だけじゃなくて本当みんなの歌声とかも本当にすごくて、それにすごく助けられてるなって思うので、私ももっとセンターらしいちょっとまだ堂々とあまりできない、まあ堂々と逆にされても困っちゃうと思うんですけど、うん、もうちょっと自信を持ってね、この15シングルはもっと堂々としていなくては本当に頑張り時っていうか、でも本当に急すぎてびっくりです。今年は初のソロ曲からの、あ、今日はちょっとタワー読めるかわかんないので、また今度で大丈夫だよ、ありがとう。でもあとで、あの、また次回ちゃんと、なんか全然前回くらいのにくれたタワー、ん？タワーくれた方読めてない気がして、どなただったんだろう。そう、金髪はね、指原さんに「次金髪どう？」って言われて「え？」みたいな。私一回実は Be Selfish の時に金髪にする予定だったんですよ。だけど綺麗な金髪になるか不安だったし、金髪急になったらなんかみんなびっくりしちゃうかなって思って、なんかやっぱ不安なのでやめとこうかなみたいな、やめとこうかなと思いますみたいな言ったんですけど、そしたらピンク髪はどうかなって言われてピンク髪になったんですね。だから B セル越しの金髪ということで、リンクも驚きだったよねでも昔からずっとね押してくださってる方はピンクだったら許してくれるかなみたいな思って、私もピンク染めてみたいな、で金髪も染めてみたいなって思ってたんですけど、やっぱブリーチ怖くてちょっとチキっちゃってピンクにしたんですけど、でも結果好評で、で今回は
儚い感じで金髪になりました。しかもエクステもつけて、と今回初めてエクステをつけました。もう地毛はボブになっちゃいました私やばい、頑張ります。そうだよね、みんな暗い髪で来ると思ったよね。私ももうちょっとしたら黒髪にしようかなって、配信で言ってたよね私もう冬になったら黒髪にしようかなみたいな言ってたのに、いや違うんかーいってね、そう、その後にこれが決まって、でも金髪もしてみたいって、人生で一回は絶対してみたいと思ったので、この今ブリーチ毛のままでできたのがやっぱ私今のタイミングでできたのが良かったんじゃないかなって思います。多分暗髪だったらウィッグかぶる必要なかったと思う多分。あの私の真似してさピンク髪にしてくれてる子とかたくさんいて、みんなすごい似合っててね、可愛いかったけど、ね、お揃いじゃなくなっちゃうみんな金髪になったりして、でもみんな痛めちゃうからピンク髪も、そうピンクカラーだから私はそのままでいて、やっぱライブでも目立つしね そう、私はなちゃんのロングが本当に大好きで、初期ちょっと長かったじゃないですか、あのはなちゃんが本当に大好きで、密かにまた見れないかなってずっと思ってたんですね。だからめちゃめちゃ嬉しいです、大喜び。ポニーテールも本当に大好きだから大喜び。でも花ちゃんの金髪が見れなくなっちゃったのも寂しい、同時に嬉しいけど寂しいの気持ち、もどかしい気持ち。でも二人金髪もね絶対可愛いけど、こうやって一緒に写真撮りたいそう、また見れるといいな。同じタイミングで変えたんだ。私まだラストノートの YouTube 見てなくてまだ開いてないんですよ。見たらなんかコメント欄見ちゃうから怖いなと思って、自分の携帯で見てもいないという。そう、見れないかもこのまま見ないままでいいかな。みんな本当に優しいんですよ、優しすぎるの、ファンの方もメンバーの方も、メンバーの方メンバーも本当に、本当
恵まれてて。ありがたいです。対面は多分金髪だと思う。明日も金髪です。え、暑い。今日暑くて半袖そう、今日は妹のお誕生日でもあったのでご飯食べに行ってました。12,000人見てる。なんかコメント欄読んでるだけじゃね、なんかね、喋んないとなんだけど、なんか話そうとするとすぐ泣いちゃうので、ちょっと恥ずかしい。ん？視聴者数じゃない？これ何？星の数なの？星投げされた数？12,000人？そうなんだ。変わったんだ。じゃあ何も喋らなくなっちゃう。いっぱい話す予定だったんですけど、ね、なんか どうしよう。なんて話したらいいか思うことがたくさんありすぎて難しい。
めた方がいいかな配信。ごめんなさい。ちょっと何も話さない方がいいかもしれない。ごめんなさい本当に。もうすいません本当に。そうこんな泣いてる姿。見せたくないんですけどでも。これたくさん考えちゃってごめんなさい本当に。え、チーズてる？あ、え、待って話し合ったりごめんなさい。待ってやばいやばい配信になってる。ちょっとごめんなさい待ってやばい待って配信ちょっと止めた方がいいかも。え、絶対切り抜きしないでください本当に。絶対に切り抜きしないでほしいです。ごめんなさい。本当に。本当にごめんなさい。ちょっと配信止めようかな。本当ごめんなさい。ごめんなさいしか言ってない。で、どうしよう。ごめんなさい。こんななんか変な配信になっちゃった。全然まとまんない話、配信になっちゃって。全然私は大丈夫なんですけど、また落ち着いたら配信しようと思います。ごめんねみんな本当にごめんなさい。ちょっとめっちゃなんか汚い絵になっちゃって、ほんとごめんなさい。またね明日のお話し会もよろしくお願いします。本当に最悪の姿見せちゃったごめんね。びっくり自分でも。おやすみなさい。ごめんなさいみんな。心配しないでね。私はとっても元気なので。おやすみなさい。また配信します。おやすみなさい。